キットゥーンズをチャンネル登録して楽しい冒険を始めよう。楽しいいたずらで。あ、おはようミカ。それ見せて。わ、ん？ねえ、貸して。貸してってば、もう。あ、あ、そっか。今日はいたずらでね。よし、どんないたずらにも引っかからないよ。今年は騙されないように、絶対に徹底的に調べるもん。モンスターだ。ねえキャミ、見てこの花。わあ、綺麗ね。でしょ、水拭き草っていうの。嗅いでみる。うん、嗅ぐ。変わった名前だね。ハッピーいたずらで。うん、絶対騙されないって決めたのに。キャミ、イライラが治るお茶を入れてあげようか。気分良くなるよ。うん、でもいたずらする気だったら言っとくけど、絶対に引っかからないからね。おいしいよ。いい匂いでしょ。カップを変えてもいいかしら。一応ね。もちろん。どうぞ座って、ゆっくり飲んで。ハッピーいたずらで。もうやだ、もう誰も信じられない。いいもん、今日は森の中で一人で過ごすもん。一人なら平和だもん。わルシーとルアのいたずらはひどすぎるわ。ここだって安全とは言えないよね。何かいたずらが仕掛けられているかもしれないし。そうだ、ヒントをくれる人に会いに行ってみようか。わティーナ、お願い、どんないたずらが仕掛けられているのか教えて。この運命の箱に同じことを聞いてみたらいいわ。箱さん、教えて。ハッピーいたずらで。ごめん、どうしても引っ掛けたくてさ。ごめん、どうしても引っ掛けたくてさ。わあ、いいからこれから先のいたずらを教えて。オッケー、待ってて。はっきりわかんないけど、風船を使ったいたずらみたい。風船？そう、じゃあ気をつけなきゃ。ありがとう、行こうミカ。あった、風船だ。今度は引っかからないもんね。あは、え、バレてるよ。もうガムを膨らませてたのに。行こうミカ、逃げるよ。ん？どこなの？逃げるなんてずるい。あ、見て、また風船。大きな地球儀、私の。見つけた。わあ、わあ、すごい。一緒に遊ぶ？地球儀に触ってもいいよ。遊べないの、秘密の任務があるからね。ん？今度こそ見つけた。いたずらに使う風船だ。今日お祭りだっけ？よし、行くよ。やったね、これで止めた。サプライズ、ハッピーバースデーワンディ。ハッピーバースデーワンディ。これって私へのいたずらじゃなかったの？わ、ありがとうみんな、サプライズだなんて。え、あれ、どうしたの？キャミーがめちゃくちゃにしちゃったの。風船で祝ってほしかったのにな。え、あの、またいたずらかと思って、誕生日を邪魔するつもりはなかったの。約束するわ、ワンディの誕生日はいたずらデーと同じ日だってちゃんと覚えておくから。ああ、いいよ、ただの風船だもん。わー、マジリアル。わー、金のおしゃべりだ。今までで最高の誕生日よ。すごい最高のいたずら誕生日だね。
できる？今日はやることがたくさんあるよ。一緒に頑張ろうね。バイバイ。あ、変なの。花に話しかけるなんて。ちょっと、この花は繊細なの。怪我はなかった？私のお花ちゃん。怪我はなかった？私のお花ちゃん。どうしたの？ディーナがいっつもからかうの。ロージーだって、いっつも一日中花と話してるじゃないの。それがないと、何にもできないんでしょ？でも、ディーナだってさ、ラッパとベルトを持ってるよ。一緒にしないで。ラッパはもっと面白いし、ベルトは光るんだから。それにね、私はなくてもちっとも気にならないわ。ロージーとは違うの。私だって花がなくても平気。わかったわかったよ。なら試してみましょう。ルールは簡単よ。期間は1週間。リーシーとディディが2人の道具を預かってなしでも過ごせるか見張るの。長く我慢できた方が今回の勝負の勝ちよ。ロージーにシャボン玉のステッキをかける。じゃあ私はディーナにプレッツェルをかける。未来が見えるわ。勝つのは負けた方に負けなかった方、負けるのは勝った方に勝てなかった方よ。おー、わあ、かっこいい。すごい魔法だね。道具なし生活1日目、今から始めるよ。あ、こんにちは、キさん。気分はどう？私の花を思い出しちゃう。そうだ、呼ぶわ。気分はどう？なんか、とっても静かだな。やっほーみんな。やっほーみんな。ああ、叫んだってしょうがないか。ラッパ一吹きで、みんなもっと元気になれるのに。ちゃんと我慢できてる？道具が恋しいんでしょ。ね？私は全然平気だけど。道具って何のこと言ってるの？花も角も何のことか全然わかんないのに恋しいわけないじゃない。ならいいけど。その調子で頑張って。あなたもね、ディーナ。元気そうで安心したわ。お花ちゃん、今頃どうしてるかな？いつもなら本を読んであげてるのに。あのラッパで子守歌を吹かないと全く眠れないよ。我慢生活2日目。おはよう。わあ、元気にしてる？今日ってすっごく暑いでしょ。おはよう。あ、ディーナ、何しに来たの？別に、ちょうどここまで来たから見に行こうかなって。リーシーとディディはどうしてるのかなってさ。あー、そう、私も。ねえ、私のラッパを見てもいいかな？あー、そう、あ、花を見たいな。あー、あー、もうやってられないわ。もう嫌だ。こんな勝負なんか負けてもいい。花と角を取り戻してやるんだから。あと私のラッパとベルトも。作戦考えよう。ミッションはこう。まず洞窟に忍び込んで、誰にもバレないように道具を取り戻すの。それってどうやるの？私がピザの配達人のふりをして、ディーシーとディディに近づく。我慢できなくて食べちゃう美味しいピザよ。その隙にディーナが宝箱を開ける。そうすれば魔法の道具を取り出せるってわけ。どう？完璧でしょ？どうして？中は空っぽだよ。そんな、私の花を返して。それにピザも。私の魔法の道具も返して。あー、魔法の道具がないと生きていけない。私たち実はそっくりだね。うん、二人とも宝物がないと生きていけないよね。ファンタジーマジックティアーわーわーイエイ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 。勝者がいなくてホッとしちゃった。Crybabies, Magic Tears, その魔人の魔法のボケの世界。Crybabies
ーオリンピック、いよいよファンタジーオリンピックの開幕です。紹介します。ダイヤのおしゃべりをめぐって競い合うスーパーアスリートたちです。イエーイ、イエーイ、頑張るわ。続いてリーミーの登場。イエーイ、前の大会の優勝者です。リーミー、リーミー、隣にいるのは愉快なコーチディーナ。ねえどうしよう、うん、スタージャンプよ、うん、でもまだちゃんとできないし。いいからきっと楽しいって。うん、うん、いった、惜しい。面白かったよ。もう一回飛んでみて。次はもっと上手にでき。え、いやよ、おしゃぶりにはきっと届かないのにみんなが期待してる。ただ楽しめばいいんだよ。ティーナは自分が楽しめればいいんでしょ。でも楽しんでやらないと絶対に勝てないんだよ。楽しんでほしいの。え、余計なお世話よ。そんなに簡単ならあれ自分で取ればいいわ。何？さあ最初の競技が始まります。モジャンプ競争です。一日よーい、おっと、どうやら新しいアスリートが現れました。皆さんティーナに盛大な拍手を。はーい、なんだっけ、あ、そうだ、スタートこんなの楽勝。わっ、やん、あはははは、イエーイ。ほらね、観客も楽しんでるよ。確かに楽しいわね。ねえ誰か助けて。次の競技は、そう、サプライズ物投げです。えい、お、いた、ん、ジェナの番だよ。おお、やった、アウト。よし。え？え？わ、いった、いった、取った。リミですね。イエーイ。おお。勝者、リーナ。どう？楽しいってこういうことよ。現在同点です。勝敗は最後の競技で決まります。マッシュルームジャンプ、位置についてよーい。どうしたのかな。まあ試合を続けましょう。次はディーナです。いった。ほら起きて、楽しいわね。ズルしたでしょ。私が、ディーナがでしょ。ファンタジーオリンピックで不正行為がありえません。なんということでしょう。もう一つ競技を行ってもらいます。誰もズルできない競技を。あのグレートツリーにあるおしゃべりを魔法を使わずに取った人が優勝となります。頑張って。あと少しなのに。ちょっと気をつけてよ。あなたこそ。いた。ディーナと遊べて楽しいよ。私も楽しい。競争なんてもうやめようよ。あ、いいこと思いついた。ご覧ください、ドリーミーがスタージャンプに再挑戦するそうです。大丈夫、できるわ。信じられません。あなたの以上、ファンタジーオリンピックをお届けしました。
キャミー。キャミー。キャミー。どこ？ここだよ。うわー！もう、いつもいたずらばっかり。ごめん。だってルシーの驚いた顔、面白いんだもん。うん。あー、うん。で、どうしたの？レディーがどこにもいないんだよ。ルールが不安そうにしてる。他に探す当てがなくて。うん。じゃあここは名探偵キャミーの出番だね。ふーん、なるほど。ん？こっちは？こっち、こっちだ。あー！これって…ん？これ綿飴だよ。なんでレディーの家の前にあるのかな。つまり結論は一つだよ。お祭りにいるんだね。違いおるし、これは雲だよ。レディーはファンタジーマウンテンよ。行こう。ハートの翼、ファンタジーマウンテンに連れて行って。手を3回叩いて、左足、右足、開け、ファンタジーポータル。うー、楽しい。あ、レディを探すんだった。よし、目立たないようにしないとね。よっ。え？ねえ、自分だけずるいよ。やり方を教えて。ここではやりたいことは何でもできるんだよ。はっ。ん？あー、お腹ペコペコ。タニノと同じ匂いがする。タニノはとっても美味しいよね。同じようにできたかな。味見しよう。ダメだよ、まだ香りが足りないの。それに焼かなくっちゃ。タニノ美味しい？焼く？レディーだ。二人がレディーを綿飴に変えちゃったのよ。レディーが食べられちゃう。急いで探さなきゃ。ラズベリーを入れたらもっと美味しくなりそうだね。ほ、レディー、そこにいるの？あー！レディー、どこなの？レディー！レディー、上にいるの？ねえ、レディーなの？嘘でしょ？違うって言ってよ！レディー！おはよう！うわー！何？失礼ね。レディーはお祭りにいるよ。違うわ、ここにいる。でもどの部分がレディーなの？やめて、お願い。私たちを綿飴にしないでよ。食べても美味しくない。それ何の話？全部知ってるんだよ。あなたたちレディーをさらって綿飴にしちゃったんでしょ。それで食べるんでしょ。え、なにそれ、本気でそう思ってるの？だってさ、さっき言ってたのを聞いたよ。谷野が一番美味しいとか。そうよ、まだ香りが足りないとか言ってたじゃない。ラズベリーのことよ。谷のラズベリーは香りがどこのよりも最高なの。なんだ、レディーを食べるのかと思った。でもまだレディーが行方不明だよ。落ち着いて、いい方法がある。レディー、レディー、コニー、レディーを見なかった？レディーの家にピンクの汚れが見えるよ。そっか、綿飴だね。金のおしゃぶりをかけてもいい。レディーは観覧車よ。あの子は観覧車に乗るとき綿飴を食べるのが好きなんだ。いたよ。やっぱり。見つかったよ、ルール。ファンタジーマジックティアレディーに会いに行こう。わあ、なんて綺麗な空。ルールーと一緒に楽しめないのが残念だな。いつもどこかに行っちゃう。しょうがない子ね。
たいたずらしてる。ティナの水晶玉は綺麗ね。みんなとっても楽しそうだわ。あー、あそこカニカランのお客さんが来てる。これを見て、完結船っていうの。私はずっとこれを監視してるのよ。どうして？完結船はマジックティアーズの噴水までずっとつながってるの。もし完結船に何かあったりしたら、マジックファウンテンが止まるのよ。そしたらファンタジーマウンテンが消えちゃう。大変でしょ。うわー、それって大惨事だよね。フェリーってすごい。そうよ、後でサインを書いてあげるわ。ついてきて。月の青に雲の青と濃い青。ん、ビリビリベリーはいはい、面白いね。アイスクリームジャンプ、ちょっと記録更新だね。1、2、3、大丈夫？あー、ロージー、片付けは私に任せて。うわー、いた、ミッシーのスーパー掃除機。ダメよブルーニー、その掃除機は強力すぎるの。前に見たでしょ。大丈夫よ、使い方を覚えたから。ダメよ、このありさまを見て。どこか他のところで遊んでくれない？そうよ、このボールをあげる。はい。ん？変だね。じゃあ他のところで遊ぼうか。わあ、どうなってるの？噴水が動かなくなっちゃったんだよ。あ、嘘。あ、ねえ見て、何か変なの。ほらこれ見て、本当に噴水が詰まっちゃったのなら指を入れてみるのはどうかな。でも深刻な問題ならディーナがラッパで警告してるはずだよ。え、大変大変、妖精が変なの。あ、抜けない、腕が抜けない。ブルーニー手を貸して。わ、どうしちゃったの。抜けないの、腕を反対側から誰かに引っ張られてるみたいで。あ、あのね、イムとカーニーが間欠泉をボールで詰まらせたの。もうまたやっちゃったの？どうするの？ジェシーをこのままにしておけないよ。そうだ、噴水をアイスクリームに変えようよ。腕がきっと抜けるよ。賛成。イエーイ。ダメ、抜けない。ねえ、美味しいの？まだ抜けないんだけど。じゃあ力いっぱい引っ張るよ。いいものがあるよ。待って、ブルーニー、行かないで。急がないとファンタジーマウンテンが消えちゃう。ダメだ、解決できるよ、スーパー掃除機があるもん。やった、やっと抜けた。ボール、ありがとうブルーニー、助かったよ。ファンタジーマウンテンが消えるところだったけど、ブルーニーが助けてくれた。本当に良かったね。イエーイ。見て、全部戻ってきたよ。噴水が治ったんだね。戻った、ありがとうみんな。ファンタジーマジックティアにはやっぱりアイスクリームがつきものだよね。おいしい。ほらね、何も問題ないでしょ。私が見張ってるおかげなのよね。わあ、さすがフェリー。
を返して。ねえ見て、うん、すごく変な雲を見つけたの。うわぁ、アイスクリームになーれ。わぁ、食べてみたいな。危ない。うわぁ、あ、泳げないのね。待ってて、今行く。うわぁ、リム、ダメ。時間よ、止まれ。うん、えい、時間よ、流れろ。とっても素早いのね。私もドジじゃなければな。そんな必要ないわ。時間を止められるじゃない。あなたみたいになりたいな。今のは何？雲が溶けてる。そういえばティナが雲では遊んじゃダメだって言ってたの。魔法の力があるんだって。作り話よ。おやすみリム。虹で遊ぶ楽しい夢を見られるといいね。やった、やっぱり私のベッドは最高。はぁ、はぁ、はぁ、おはようブル。ん？リム？髪が違う、声も違う、家も違う。これ私じゃない。ドリーミーと入れ替わっちゃったってことなの？体はどこなの？え？落ち着いて。どういう意味？ドリーミーはブルーニー。ティナー、大変なの。私ブルーニーで、私がドリーミー。そんなのありえないわ。体が入れ替わるなんて、しかも私が知らないうちに。昨日ね、ブルーニーみたいになりたいなって言ったの。私はドリーミーに。本当にただ相手になりたいって言っただけ？それなら私は枕になりたい。雲を凍らせちゃったの？遊んじゃダメだって言っておいたじゃないの。雲は魔法を使えるって。任せて、調べてあげる。じゃあそれまでは。体が入れ替わったままで生活するの？やっほー。はい、ドリーミー、プレッツェルが好きだよね。違うわ、ドリーミーは私よ。信じてないでしょ。アイスクリームになーれ。あ、ダメだ、アイスクリームにするパワーもなくなってる。ふん、これもらう。じゃあさ、私もできるのかな。ふん、あ、小さいけどできた。何がどうなってるのかわからない。すごい、時間を止められちゃった。もっと練習しなきゃね。うん、何だったの？あれ待って、プレッツェルは？うん、7、8、9。よし、10。ミッケ、楽勝だわ。ブルーニー大丈夫？違う、ブルーニーじゃない、ドリーミーよ。で、このドジな体だけはブルーニーだよ。えい。私の体なのに。わあ、すごい。練習したのは私よ。素早いって最高。みんな、体の戻し方がわかったよ。この雲の下に入ってから、手を握って、こういうの。ファンタジーの心よ。あるべき体に戻れ。それで全ては元通り。やった、今すぐ元に戻りたい。あの、ごめんねドリーミー。あの、ドジに戻るのは嫌なの。はっ、やっほー。あ、はーい。ブルーニー、ねえ話をさせて。あ、痛い。わ、もう。わ、転びすぎだね。アイスクリームを食べると元気になれるよ。あ、うん、お願いブルーニー、私の体を返して。わかった、もう体を元に戻そう。自分のドジには慣れてるから平気だよ。わがまま言っちゃったりしてごめんね。そんなブルーニーが好きよ。最高の友達だね。ファンタジーの心よ、あるべき体に戻れ。それで全ては元通り。わー、おー、わー、おー、おー、おー、私はこうでなきゃね。ごめんね、ほったらかしちゃって。ファンタジーマジックティアー。わー、ん、イエーイ。雲ってすごいんだ、知らなかった。イエーイ、あなたみたいになりたいな。
第1回クライベイビーズトレーン。トロフィーは一体誰の手に？みんな出番よ。さ、そろそろ準備して。アブラカタブラなんたらかんたら。すごいものを見せてあげるわ。ナーラ、順番を守って。ドッティの番よ。全然大丈夫よ。先に行って。それでは始めました。素敵な審査員をお呼びしています。いつも優しいケイティ、しっかり者のファンシー、そしてレディ、いつものように寝ぼけていますね。それでは最初の出場者です。行くわ。ダメ、ドッティの番よ。いいのよ、ナーラに行かせて。先に行って、大丈夫だから。ダメよ、私が行くわ。私が悪いけど、私の才能を見せる時間よ。ちょっと待って、あなたの番じゃないわ。戻ってきて。行くわよ。びっくりするようなものを聞かせてあげる。おお。よく聞いてね。次の人。どうぞ。ありがとう、ドッティ。しょうがないですね。どんどん行きましょう。続いての出場者は、やっぱ私の番よ。次はタラッタタタラッタタタラッタタタタラッタタタラッタタタラッタタ、ふんふん、じゃじゃーん。これは期待できそうですね。辛い辛い水。辛いケーキ。このコンテスト何でもありのようですね。また引くわよ。あ、次の方どうぞ。受けるのはマジックよ。アブラカタブラ、ボールよ消えろ。あれ、アブラカタブラ、ミアが戻ってきました。大丈夫だよ。ボールよ消えろ。やっとボールが消えましたね。それでは最後の出場者。間違いなくちょっと。で、次はうまくやれば。なんということでしょう。まだ続けています。もういいわ。やめた。出場者は残っていないのでしょうか。出場者は誰もいないようですね。では、優勝は？ I know that we'll be friends forever. Come, take my hand through the stormy weather. Wherever you go, I'll be there. これは驚きですね。
ないか。早く来ないかな。楽しみだな。そろそろ届くはずなの。楽しみ。すっごいものなんだよ。イエーイ。来た来た。やっと届いた。わあ、ずっと待ってたの。何してるの？何してるかって、スーパー水やりロボット3000号が届いたの。わあ、ほんとだ、すごい。これでオーガニックガーデンに水をあげるのよ。すごくかわいい。この絵は何かな？見せて。説明書みたいだけど、書いてあることは全然わからないわ。私も。ナーラとリアなら読めるかもしれないよ。うん、会いに行こう。持って行って、リディと一緒に待ってる。触らないで。あなたは怖しそうだから。あは、わかったわかった。これなら壊れてるように見えないかも。ん？大変、どうしよう。私の水やりロボットが。え？コニーが壊したの？手が軽く当たっただけよ。本当にわざとじゃないの。ごめんね、ケイティ。本当に本当にごめんなさい。なら、コニーが…ん？危ない！あ、助けて！水やりロボットがおかしくなっちゃった！いた！やだ！あ、おお金のおしゃぶりだ！いた！金のおしゃぶり！誰か止めて！私の情熱隊が…私がやったのー。私が壊しちゃったのよ。え？ごめんね、ケイティ。コニーもごめんね。なんだか言い出せなくって。本当に悪いことをしちゃった。言ってくれたらよかったのに。怒らないよ。そうよ。でも偉いわ。それにわざと壊したわけじゃないでしょ。みんなを助けてくれた。すっごいジャンプだったよね。怒ってないの？怒らないわ。スーパー水やりロボットよりもみんなの方が大事だもの。マジイヤー！見て見て。わー、すごい。おお、すごいよ、見て。あのね、勘違いしていたみたい。噴水ロボットを注文してて、そのロボットは全然壊れてないの。次からは気をつけるようにするわ。ねえねえ、私ももうボタンに触らないわ。最高の庭ね。次は私、トマトに飛び込むわ。ジャンプするよ。えい。行くよりさ、
この辺りにいるんでしょう。さーて、こっちかな、こっちかな、あっちかな。見っけ。待ちなさい、リサ、もう見つけたの。見つかったらもう隠れちゃダメよ。ズルしないで。リサ、どこなの？リサ？わあ。わあ、すごい。あ、わ。え？この本は何？ファンタジーワールド。開かない。リサ。わあ。ねえ、これ見て。ステッキだ。どうしたの？すっごくかっこいいじゃない。気に入ったわ。ん？リサ？何？どうしちゃったの？わあ！この杖、本当に魔法が使える。すごいわ。えい。うん。ケーキを分けっこしない？いいわよ。じゃあ、半分こしましょう。あ、あれ？勝手に食べたでしょ。うーん、食べてないわ。コニーでしょ。嘘つき、食べたかったのに。嘘じゃないわ。し、ありえないわ。だってコマの場所が変わってるもん。ズルしたでしょ。あなたじゃないの？私はしてないわ。もうやめるわ。スポット取ってきて。上手ね。もう一回。面白い顔。なんてことするの？ほら、言った通りでしょ。通りでおかしいと思った。ララだったのね。ケーキを食べられなかったじゃない。ごめんね、わざとじゃないの。でも面白かったでしょ。楽しかったのはあなただけ。そうよ、負けになったのよ。知ってるでしょ。ケーキを投げられたのもね。もう知らない。私も。みんな引かないで。ちょっとふざけちゃっただけ。魔法のステーキを見つけたの、見て。わかったわ。見てて、リサ。はっ、ああああ、みんないいかな。みんなごめんね。新しいステッキを試してみたかっただけなの。私たちも怒ったりしてごめんね。悪気がないのは知ってるわ。マジリアイエーイ。わあ、美味しそう。イエーイ。大きなチェスパンだ。素敵。すっごく楽しい。見てて、魔法のステーキはそれだけじゃないの。あれ、ここにあったんだけど。リサはどこ？誰かリサを知らない？リサー。